どうもどうも、小島です。今日はプリティプリンセスマジカルコーディネートやっていきましょう。ではでは、この女の子気に入っております、左。可愛くない？好きなんだけどこれ。へい。で、今回はですね、ちょっと遊べる、ちょっと見え、私が見え。よし。今回はですね、ちょっと着替えた後、着替えっていうかこの子のままなんですけど、ちょっと新しく靴を買ったので、それに履き替えた後、町民、城下町の人たちの家をこうでしようと思います。なので、服装はほぼ変わんないです。はい。というわけで着替えてきました。ちょっと足元だけ変わりました。靴になりましたね。ローファー的なやつ。ハイヒールだったから、はじめ。それがちょっと変わりました。よし。ではね、町民、城下街、城下町の人たちの家を私がね、こうでしていきましょう。この家と、この家はやりました。ちょっと覗いていく？そうそう、ミント。ミントのお茶、これだ。この家だ。はいはいはい。噴水を家に置いてほしいということだったり、こんな感じにしております。いやー、これが気に入ってるらしいですよ、この子。私はね、無理だ、住めんわ。では、その隣の家、このオレンジの家、やりましょう。ほい。お名前は何ですか？パトリシア。おばちゃんっぽいね。こんにちは、小島様。この町に引っ越してきたパトリシアと申します。皆さん優しくて素敵なところですね。長く住めそうな町でとっても気に入りました。ただ、引っ越してきたばかりで家の中に何もないんですよね。小島様、すみませんが私の部屋のコーデをお願いできますか？お風呂と植物アイテム、時計アイテム。OK、覚えた。OK、やっていくよ。同じ紫同士だし。お風呂大好きテーマということでね、お風呂が好きなんですよね、このおばあちゃん。あ、レシピもらえます。なんかいい感じのレシピある。お、風呂めっちゃいいじゃん。それ使わせてもらおうかな。ほう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 。とりあえずお風呂と植物アイテム、時計アイテム置いていきましょう。まずはお風呂だな。まあこの辺にドンって置こうかな。大きな家具の生活用品かな、お風呂だったら。で、もらったのがこれですね。うおー、すげえ。まあ、すでに持ってるのもあるしね。どれがいいかな、これでいいかな、ピンク。か、こっち。どっちの方がいい？なんか緑の方があり得るよね、温泉としては。温泉っていうか銭湯かな。で、植物を置きましょう。植物はね、そこまで揃ってないんだよな。水にありそうな植物がいいよね、水張り。あ、そっか、これ植物か。これ植物扱いなの、これがいいわ。めっちゃ合うじゃん。一応、あ、植物って そこにあるので、植物要素。はい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 。これ、小島ちゃん入れる？お風呂。あ、入れないわ。椅子とかは座れるんですけどね。で、あとは時計ですね。時計は壁の家具かな。で、緑にすればいいかな。うお、変な場所に現れた。あ、ちょっとでかい。でかいじゃない。高すぎる。よし。はい。これで、この方のお願いは完璧にこなしております。これだけでもね、クリアであるんですよ。この家。ただただ、今から私好みにするのが私流でございます。それでは、それまでカット。はい。ではね、私好みに改造しましたので、早速見ていきましょうか。な。はい、ドーン。わかるかい？まずここをね、まあ、足拭きマット的な、カーペット的なのを置きました。ハートですよ、ハート。で、次。ここで、まあ、お化粧直しとか、手洗い、うがい、的なのをやってもらいます。で、お台でお花置いてくれということだ。だったので、お花の桃を置いて、お風呂をドーンと置いております。あ、かわいいね、これよく見ると。うさぎだ。うさぎ、ちっこいうさぎがいる。はぁ。で、ここに、シャワーを置いております、一応。で、こっちに天使を置いております。天使なのかな、これ。次、上。まあ、時計があるんですけど、見えないね。まあ、いっか。はい、できたよ。お風呂、植物アイテム、時計アイテム、はい、クリア。成功。なんで素晴らしいコーディネートなんでしょう。嬉しいです。ありがとうございます。どう？嬉しいかい？
うん。あ、照明つけてないかな。まあ、いっか。では、写真撮影でしょ？記念に写真。人んちで記念に写真か。ここだな。まあ、まあ、普通に考えてここでしょ。あれ？なんかポーズのあれが変わった？よし、いい感じのポーズをずっと連打して変えていきます。そろそろかな。なんだそれ。くるりーぱ。お、いいじゃんいいじゃん。ほい、素敵な写真が撮れましたね。かじまさんありがとうございます。お、3000円もらった。あ、ここでお金稼ぎできるじゃん。なるほどな。はい、じゃあもっとやればよかったね、こっち。はい、ではね、一個終わったので、いつもだったら終わりそうな雰囲気なんですが、こっちにもまだいるんですけど、さらに橋がかかって、こっちまで行けるようになってたので、ちょっとね、もう一個ね、お部屋作っていこうかな。こっちの子、ここまだ作ってないの。ロディ。こんにちは、こじわさん。この町に引っ越してきたロディと申します。暖かくて街並みが綺麗でとても素敵なところですね。僕とってお気に入りました。でも引っ越してきたばかりで家の中が何もなくて。というわけでこじわさんは、すみませんが僕の部屋の子でお願いできますか？やってやろう、植物相手。樽？はい。布袋持ってたっけ？あ、まあ、レシピ借りれるからそれ使おう。植物っていいよね、テーマ。はー、植物好きなんだね。あ、レシピ借ります。はーい。あ、微妙。まあまあいいか。あ、あ、いっぱいあったいっぱいあった。あー、袋ある袋ある。お部屋のイメージは植物が好きなので、なんか草っぽい家にしたいね。草っぽい家、まあ、とりあえずね、必要なものは植物アイテムなので植物アイテムを置いていきましょう。あ、草、これで草。草。で、樽アイテム。とりあえずこれを増やしたい。かわいい、なんか、なんかかわいくない？どう？いや、3つでいいか。ちょっと左右対、ちょっと合わんから、これ消して、3個。で、ここにもなんかお花置きたいね。お花。あ、さっきもらったのこいつらか。はい。んで、真ん中にはどんなの置こうかな。花がいいよね、花。なんかもうちょっと豪華な花欲しいね。これ微妙なんだよな。ちょっと前開いちゃった。あ、まあ、ここ、開いた通れた方がいいね、こんな感じで。で、あとなんだっけ、布袋か。布袋って何に使うね。あったあった、これだ。へいへいへい。肥料かなこれ。あ、この辺にどんどん置いとくか。これ重ね合わせはできんね。うん。で、樽ね、樽。樽はこれでいいかな。でけえ。思ったよりでかい。はい。これで一応完成ですね。で、最後はちょっと見せようかな、私好みの作成。では早速ね、私好みのやつにやっていきますよ。はい。フロアを変えていきましょう。フロア家具。ね、この色がいいの、あなた。なんか違くない？こっちの方が良くない？うん、こっちがいい、あなた。レシピ借りたけど。で、これがいいと？床。あー、なるほどな。まあ、わからんくはないな。じゃあ、これにしとくか。で、お外もね、開けましょう。窓。あ、これ勝手に設置できるんだ。へー、知らんかった。初めて使ったから。確か、樽だったらもっといい感じの樽があったと思うんだよね。あった、これこれこれ。これワインかよ。ワインか。まあ、いっか。置いとこう。ほい。樽。樽好きなんでしょ？ちょっとお花が少ないんだよね、まだ。レシピが少なかったな。このもじゃもじゃ増やして、確か噴水持ってるから、ここに噴水置こう。よし、とりあえずここに噴水置きます。ドーン。これ良くない？こんな感じ。いいね、いいね。ここの前にちょっとなんか置きたい雰囲気ではあるけど、あんまないんだよね、お花が。
あー、これいいじゃん。あー、いいじゃんいいじゃん、お花。いや、この辺ダセーな。なんで樽？だってこれ回せんし、回しても意味ねえし。はい。いやー、樽はいらねえよな。この上にこれを置けたりするなら面白いんだけど、置けんよね。置けないんだよね。まあ、これでいいかな。他なんかあったっけ、リクエスト。ないね。OK。では、これで完成で終わりですね。はい。終わったよー。よし、完璧。成功。わあ、なんて素晴らしいコーディネート。さすがです。ありがとうございます。うん、騒がしい。植物っていいよね、テーマ。なんかしっくりこんだ。なんかね。ちょっとアイテムが、ね、少ねえな、まだ。写真撮るの、これに。なんか私的にいまいちだからな。どこにしよっかな。撮る場所ねえな。見えねえもん。あ、これいいじゃん。上見てくれんかな。この辺かな。これ上見るポーズとかあんのかな。上見るポーズなかったわ。もうこれでいいや。今回はちょっとダメだった。3000円ゲット。やっぱしっくりこんかったな。なんだろうな、難しかったな今回。はい、では今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。また次回はね、お着替えした後、コーデは城の中やっていこうかな。ではでは、挨拶はこの子です。あ、この子挨拶できない。え、じゃあこっちは？あ、できない。え、できないの？あ、この子たち挨拶できない子だ。アスベル、アスベルで決めよう。アスベルもできねえ。挨拶したい、挨拶したい。来た。ももちゃん、挨拶しよう。できない。いやー、挨拶できる人がいなかった。この世界に私と挨拶してくれる人がいないようです。多分さっきね、ちょっと挨拶しまわったんですよ。そのせいでできなくなってますね。1日1回みたいなので。ではまた次回、バイバーイ。